私の名前は五十嵐夏樹。企画と開発の仕事に関わっている。昔から入りたかった会社に入り、まだまだ覚えることがたくさんあるのでバリバリ働いていた。そんな私には敦也という彼氏がいる。合コンで出会い、結構話があったので付き合うことに。お前といると楽だわ。そう？ありがとう。付き合い始めて半年くらい経った頃に一度プロポーズされた。頼む、俺と結婚してくれ。え？新社会人になってまだ1年経ってなくて、付き合ってまだまだ半年だし結婚まで考えてなかった。ごめんね。仕事も覚えることがたくさんあって自信が持てない。そうなんだ。今は大事な時期だから結婚とか考えられない。それでも私とって思ってくれるなら、もう少し現状維持でお付き合いを続けたい、というふうにきちんと話した。わかった、待つよ。彼は了承してくれ、それから2年ほど経った。私は仕事に打ち込んでいたものの、プロポーズされたことを忘れた時はない。もうそろそろとばかりにまた彼氏が連絡をくれた。そろそろ決めてくれたみたいな感じで再度プロポーズ。子供も欲しいし、いい時期かもな。そう覚悟を決め、プロポーズを受けた。うん、待たせてごめんね。結婚しよう。やった、ありがとう。ならばと互いの親に挨拶に行くか、でも今はこんなだからリモートでいいかなとか。相談している時に突然彼が神妙な顔になった。すごく言いづらいんだけど、話しておくことがある。うん、何？実は俺、結婚歴があって子供がいるんだ。は？体が固まり、頭が真っ白に。え？子供？どういうこと？バツイチ？19歳で最初の結婚をしたんだ。でも21歳で離婚して、今は何でもない。そうだったの。ショックすぎて訳が分からなかった。その日の夕飯を作るのを忘れるぐらいに、しばらく何も考えられなくて、でも一度ちゃんと話を聞かないとと思い、1週間後に再び会って話を聞くことに。この際だから全部話してほしいの。うん、月々4万の養育費を払わなきゃいけなくてさ、お前には迷惑かけないし、それで家計が苦しいなら俺は小遣いなしでもいい。お前には絶対迷惑かけない。お前が嫌なら子供にも会わない、と大真面目な顔で言われた。彼なりにいろいろ考えてきたんだろう。でも全てを聞き終えた後、私は妙に冷静になっていた。私からあなたに言いたいことがいろいろあるの。何でも聞いて。離婚歴があること、なんで最初のプロポーズの時に話してくれなかったの？プロポーズを受けてもらってから話すようなことじゃないよ。それは、いや、その別れを切り出されると思ってたから隠してたの？はい。でも後からこうやって話したことによって、もっと状況は悪くなってるよね。うん、でも。それから次、あなたの子供に会わない理由に、私が嫌なら会わないって何よ。私を理由にしないでよ、卑怯だよ。でもお前のことを思って。違うよ、私のせいにしてるじゃん。それで子供がどんなに傷つくかわからないの？私のせいにしたら私の方も憎まれるって考えられないかな。一週間のうちにほぼ答えは出ていたものの、わずかに残っていた気持ちが、お前が嫌ならの言葉で吹っ飛んだ。結局私に逃げられたくなかったから話さなかった。私を子供に会わない理由にできる。全部自分中心に考えてる人と結婚する気なんてもう失せたよ。ちょっと待てよ。お前の希望通りに2年も待ったのに、そんなあっさり別れるとかひどくね。はぁーと私は大きくため息をついた。一応言っておくけど、2年待ってもらったことと子供がいることを隠してたのは全然別の話だよ。お前にとってはそうでも、俺にとっては同じだ。こんなに話のわからない人だっただろうか。なんだか悲しくなってきた。私の気持ちは変わらないよ。別れよ。ふざけんな、俺は別れないぞ。私が何度言っても彼は切れるだけになり、無理やり帰ってきた。家に着いても、結婚は決まったことだからな、親にも話してる、何年も付き合ったのに結婚しないだなんて慰謝料の請求ができるんだぞと LINE が来ていた。さすがに恐怖を感じ始め、一緒に合コンに行ってくれた友達に話しておくことに。え？それひどい話じゃない。結婚しないってなるのは当然だよ。そうだよね。
でもあいつの様子だと何してくるかわからないし、一旦実家にでも帰ってたら。ミカの言う通りだ。何度か家に来たことがあるから場所もバレているし、両親に事情を話し実家に帰ることになった。聞いたわよ。大変だったわね。デコポンあるから泣くんじゃないわよ。もう何それ。両親の顔を見るなり情けないのと申し訳ないので号泣してしまった。けれど母の明るさに救われ泣き笑いしてしまう。落ち着くまでここから会社に通いなさい。そうする。しばらくは何事もなかったものの、一週間後、なんと元彼がうちの実家にまでやってきた。どうやら会社からついてきたようだった。会社もどこに勤めているか名刺渡してたものね。ああどうも、結婚の挨拶に来ました。ニヤニヤしながら両親に言う元彼。父は無言でリビングに通してあった。それを何を勘違いしたか、結婚を許されたと思い込み、態度が大きくなっていく。いやお嬢さんがごねるから時間がかかりましたよ。2年も待ちましたしね。他に言うことがあるんじゃないのか。断られかけたから慰謝料でも請求しようかと思ってました。話にならんと頭を抱える父。その間に私が電話をかけておいたミカがやってきた。どうもこんにちは。ミカ、来てくれてありがとう。なんだよこんな大事な時に。ああ私こういうものです。すっとミカが元彼に名刺を渡す。え、弁護士？はい、その事務所で働いています。そう、実は友達のミカは若手の弁護士。忙しくて出会いがないからと私とあの合コンに参加したのだ。なのでアツシの顔もよく覚えている。最初の相談の時に慰謝料を請求するぞと言われた LINE のスクショなども送っていた。一つ一つ追って話をさせていただきますね。お、でも冗談だよな。冗談に見える？あんたがしつこいからきちんと弁護士立てただけよ。真っ青になっていくアツヤ。ミカはそれを気にするわけもなく淡々と書類を出していく。話を聞いたところによると、あなた離婚経験と子供がいることを隠していましたよね。それも出会ってからずっと。忘れてただけだ。2年も？夏樹の言う通り別れるのが嫌で隠してましたよね。夏樹に2年待たされた、プロポーズ断られた、よりよっぽどひどい話ですよ。まあここで何かをしようとしても特に法的な手段はないだろう。無理やりするなら LINE などで精神的苦痛をとかの話だろう。ミカはただの抑止力として呼んだのだ。最後は私がきちんとけじめをつけなければ。あなたとは告白があるまで本当に結婚するつもりだったよ。でも隠し事をして平然としていられるあなたがもう信じられないの。でもお前は2年待たせただろ。それはきちんと説明したでしょ。まあでもその2年の間に話してくれてもよかった話じゃない。結婚後も騙されちゃたまんないから別れたの。すると今度は元彼はおうおう泣き出した。結婚してくれよ。じゃないと養育費が払えなくて。は？親とは離婚の時に疎遠になってるし、その俺仕事辞めてるんだ。ミカと両親も唖然としている。元彼はちょっと上司と揉めて仕事を辞めていた。そうなると慰謝料どころか生活費もない。私とこんなに結婚したがっていたのはそういう理由もあったんだろうな。何それ、私が働いて慰謝料払ってあんたのこと養えって？俺のこと好きならできると思って。慰謝料は夏樹が払う義務もないんですけど。本当に籍入れなくてよかったな。隠し通されたまま結婚していたらどうなっていただろう。ゾッとしてしまう。それからミカから弁護士として接近禁止を正式に言い渡され、話し合いは終了。いや本当にダメ？無理。すがるような目ももはや気持ちが悪かった。その後元彼は会社を辞めたことにより今の部屋には住めなくなり、土下座して実家に戻ったらしい。今回のことを聞いたのか彼の両親から丁寧な手紙が来た。私のそばには近寄らないこと、迷惑をかけないこと、会社にも行かないこと、必ず監視して私に関わらせないようにすると書いてあった。会社も辞め、両親から監視されながらバイトを始めたみたい。養育費払わなきゃいけないしね。ミカにも相応なお礼をしようと思ったが、いいよ友達だしね、どうしてもって言うならご飯でもおごってと言ってくれた。
それとまた合コン行こう。待ち込んでもいいよ。しばらくはいいかな。いいじゃん、暇つぶしだと思って。結婚もういいかな、諦めよう。ちょっと判断早すぎ。ミカの言う通り参加してたパーティーで、なんと後の夫と出会い再婚するとはまだ夢にも見ていない。ああ、変なやつと席を入れなくて本当に良かった。入れた後に言われたら取り返しがつかなかったもの。ご視聴ありがとうございました。